やったー、ゲゲです。ってな感じで今回もやっていくんですけどね、今回はね、俺のプリンスは止まらないよっていうことでね、その僕のね、チームメイトのね、テンゴット選手の名言、僕のプリンスは止まらないよデッキを使っていこうかなと思います。突撃デッキですね。突撃するカードが1枚、2枚、3枚も入ってます。もうこれのどれかはさすがに止まらないだろうということでね、僕も使っていこうかなと思います。いきます。でもね、俺ね、本当にね、テンゴットのね、その名言なんですけど、プリンスは止まらないよなんですけど、すごい、その、歴史に残したいなって思ってて、なんだろうな、例えば、いつやるの今でしょとか、流行語大賞に乗ってほしいなって心の底から思ってます。よろしく。そんぐらいね、その立派な言葉だと思うんで、皆さんもぜひ使っていただけたらいいかなと思います。でもね、すごいんですよね、その本当に止まんないんですよ、テンゴットが言うとき。このデッキはとりあえず相手の陸受けをマジで意識 しないと通んないんで、今言えてなかったか、すごい考えてください。まあ、適当に出しても去る時もあるんですけど、すごい考えたらすごい強いです。遅延テスラクロスなのかな。はい。スキル壊して、ここでこっちに切らせる。で、はいはい、ナイトに突進させたらもう相手陸受けないよねっていう。スケルトンぐらい。OK、OK。いや、めっちゃうまい。ああ、でも一発やろう。オッケーオッケーオッケー。このね、地道な。どうしようかな。一旦雪玉とかでいいかな。で、ケツマスケっすかね。オッケーオッケーオッケー。これにロケット打ってきたら逆サイド飛ばす。はい、打ってこない。工場でテスラを壊してもらいましょう。うわぁ、そのナイトだ、いいっすね。でもスケルトン切ったんで、逆サイド短期プリンスで、アイウィズしかないんで、ね、これしんどいでしょ、絶対。で、まあ、ナイトが来るかな。お、入った。止まらないよ。わ、なんかそのガゴにたぎってる。ダメだそれ。よしよしよし。マスケ延命大事ですね。で、これ走らせて、とつらせて、ツドン。で、ここで、逆サイプリンス。OK, OK, OK。2枚切らせたな、OK。で、一旦落ち着きたいですね。その攻めすぎて、相手にいい防衛されたら、その、もう終われちゃうんでね。ここはイゴレでどっちも受けて、こうだな。あ、なんか年入ってない。もったいね。ナイトそっちに切るね。これどうすんだろう。きつそう。取るね。おう。で、ナイト使った。まあ回るか。でも、頑張れば。お、なんか。相手苦しそう。でもこれ真ん中でいい感じに受けられますね。で、ナイト切った方にプリンス。おお、切らないで、今俺んだ。熱い熱い。あべ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 。おお、なんかすごい。バイーン。ナイト。お、弾いて。よし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 。てな、こんな感じですごい相手の、なんだろう、読むっていうか考えることが大事ですね。どこにナイト来るから、逆サイに何出しとくみたいな。
何出したら何引き出せるから何を出すみたいな、そこまで考えられると俺のプレスは止まらないよ状態になります。そうなればもう止まんないですね本当に。最近なんですけどね、そのね、なんか自炊めんどくねっていう、その最初楽しかったんですけど、いや今も楽しいっちゃ楽しいんですけど、時間がすげえんですよね。買いだめとかがよく分かってなくて、肉とかってその賞味期限結構短いじゃないですか、賞味かだから、そのどうすんだろうって、2日とか3日でなくなっちゃうじゃないですか。だから俺買いだめってことをまだしたことがなくて、あの野菜とかはできるのか、肉の場合に限るんですかね、そこら辺あんまよくわかんないんですけど、もしね僕のチャンネルを見てるね、あの主婦の方がいたらね教えていただけるとありがたいですね。これ 2.6 はダメなんですよ、これ 2.6 ダメっすよ、大砲がねずるいんですよね、大砲がちょっと小ずるいんですよ。 OK 倒せ、よし来た、よし、マスケと雪玉殴る瞬間に OK、 アイゴレつけるだけで多分相手からしたら若干だるいかなと思うんですよね。そのマスケ自体はアイゴレとかないとかないから、うん、もう OK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 、 あー、こっからどうしよう。まあ、こっちはひたすら相手のホグを守って刺さるタイミングに刺すって感じですね。刺さるタイミングないんすけどね、ぶっちゃけ。ブの茶系、これ多分アイゴレで逆サイ誘導だから刺せないよ、させないよ、小女ババですね。え、なんかすごい、なんかすごくない、しかもめっちゃ守られてるし、好きでしょ。止まるなこれマジで、いくらでも止められない手からしたら。アイゴレつけるだけでだるいかなと。ここ5打っちゃおう、いい感じになれ。お、ないないない、来た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 、ある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 、ある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 、ファイブか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 、あ、大砲、大砲はやってね、いやでも入る、ガゴ入る、よし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 、グググググで、またマスケ逆サイから展開で来たらプリンス、来なくてもプリンス、来たらプリンス、はい、お、スケ切った、射程投げんだよプリンスは。うーん、でもう一回こう言うのかな、ここファイブ削りも視野に入れていいかなと。ここフォグくんじゃね、もう待ってるよね、はい。だけどここはそのこっちに雪玉打って、いやーちょっとやべえなこれ、ここまで追いつかれたらもうしんどいな、やばい、あーしょうがねえ、シャアなしファイブだなこれも。お、あれあれ、あ、まあなんかね、俺やっぱね止まんねえんだよな、俺は一生止まんねえんだよ。ちょっと待って、やばい、このホグ来るでしょ、で早めに雪玉、これはなんでかっていうと、そのユニットがせ、うん、追いつかなくなっちゃうから。説明が下手なんですけど、よし、バモバモ、やべ、そうね、自炊に買い物まず行かないといけないじゃないですか、それで俺結構もたついちゃうんですよね。でその俺なんかクックパッド入れてるんですけど、それ見て料理そのまんま作るんで、その量もそのまんまになっちゃうんですよね。だから俺その3人前やったら3分の1とかすればいいんですけど、俺しないんですよね男だから。だから毎回量多い、超多いマジで。夜ご飯食べて次の朝ご飯同じとかザラにある。でもなんか2日目美味しい理論で、その結構いいんですよね、美味しいんですよ2日目の。2日
2日目親子の2日目ハンバーグ、2日目豚しゃぶ。ねロイホグはね勝てないこともないんだけどね、ロケ法がちょっとやだな。壊して壊して。これは何もやんないで単体向上して雪玉構えて。いやー遅いか、これ読みで打つべきだった、すいません。読むべきでした今の。絶対だってコウモリしかいないもんな。あーこっからね。そういうところがまだ甘いっつってんだよ。いてー元気出してるからなんとかなるでしょ。これをユニットでいけるのが大事なんですよね。でもその後ろのさ、あいつ厄介すぎん。スケとかで延命したらちょっとさすがにやべえ。でもまたこれで、あ、これいける。そっち。なんか全然だった。オーケー、止まらないよ。よしよし、まだあるある。で、多分相手クエイクだから、その、ケツマスケしていいっすね、そろそろ。ケツマスケして、ロイホグ警戒しつつ、これが5。オッケーオッケー。速が5ね。これをユニットで受けるんですよ。そうすると、その、なんていうの、カウンターが、俺のカウンターが止まらないよう状態になると思うんで。お、来た、来たくね、それ。え、それは、熱い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 。熱い、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 5-5。あ、オッケーオッケー。早くマスケ、早くマスケ、早くマスケ、急げ急げ。やばい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 。ちょっと入ってる、ちょっと入ってる。ちょっと入ったよ、ちょっと入ったよ、いってな。ちょっと待って、で、ここで、来るでしょ、雪玉。オッケー。あー、え、そっち？ちょっと待って、守、あー。おてつさん、GG です。いやまあ、てな感じで、ちょっとその、難しいところではあるですね。まあ、ロイフグに対しては、その5をそんなね、ロイフグに打たない方がいいですね。まあ、でも、その、俺の昔の立ち回りなんで難しいですけど、昔はマジェチとかだったんでね、ロイフグの光栄とか、ロケ法になってるんで、5打ちづらいし、どうすればいいんだろうな。まあ多分今の感じでユニットで受けてカウンターでその相手が出してくるのをしっかり把握して、こっちにゴボリ切らすというか逆サイ向上プラス雪玉で落としに行くとか、相手のウッドが上手かったですね。ってな感じで今回終わっていこうと思います。俺は止まらないよ。